行ってるけど、うわ、今回の話ですね、マジで買うつもりなかったわ。ついついね、カードラボトロード本店でね、買っちゃいました。これ、言おうか。もう言ってくれ。宇宙最強くじゃん。そうなんや。また1個2000円の宇宙最強くじをね、今回またね、3パック買ってきました。俺さ、前回でもやめるっつったやん。ふらっと、その店に入ったら、はい、買いましたみたいな。釣られた。釣られてしまったわ、ほんまに。いつ再販されたかマジでわからないんですけれども、かなりの量があったんですよ。で、ずっとブルーがやっぱり欲しいと。当てたことないから当てたいということでね、買ってきました。当てて終わらせようぜ。終わらせたいけど、今のところな、1回目2回目もう完全勝利やん。暗黒仮面を当てて、ダーブラゼノ当てて、あと何だっけ、ジャレンバゼノや。全部シークレット来てるんや。もうまたシークレット来るやろっていうことで、今回もね、2000円のパック3パック買ってきたんでね、早速アングル切り替えてね、ベジットブルーを今回こそね、出してやろうということで、頑張ってね、張り切ってやっていこうかなと思います。じゃあ早速今からね、アングル切り替えてね、このね、2000円のね、スーパードラゴンボリロードのパックね、開封していこうかなって思います。レッツゴー。はい、アングル切り替えました。じゃあ早速ね、開封していこうかなと思います。どれがいい？真ん中。じゃあ、孫悟空、少年期から開封しようかなと思います。じゃあ、1パック目早速行きましょう。いや、頼む。アルティメットレア確定なんで、そこが重要よな。じゃあ行きます。孫悟空、少年期。うわ、待って。これ真ん中パターン？そうやん、絶対。え、これ。うわー。これ完全やられたな。これはハズレやな。売り値がこれぐらいやったら、だって。売り値が1800円とかやもんな。だから、だいたい買い取り1手1000円じゃん。うわー、マジンシュルーム。真ん中に入ってるパターンね。今回真ん中か。それ全然知らんかったわ。俺てっきりさ、最後の裏目に入ってると思ってたからさ、いや、まさかの真ん中に入ってたやな。と、そこだけ要注意しようかなと思います。1パック目はマジンシュルームでした。はい、じゃあ次どっち行く？ベジータか。孫悟飯青年期。孫悟飯。ま、なんかベジータ来そうやもんな。これはおとりに取っとこう。じゃあ2パック目開封していきましょう。さっきこうめくって、裏目やったからこうめくってドンって欲しいよな。いきます。トランクスだからドン。おーい、ちょっと待って、これやばい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 。第5弾ばっかやん。そうやマジ第5弾のハズレばっか入れられてるやん。これ1個買い取り1000円ぐらいやな。これ1000円かいのじゃ。めっちゃショックなんやけど、これこんなにショックやった宇宙最強くじは初めてやで。やばいな。うーわ、あかんって、ほんまにこのままやったらほんまに大赤字やで。6000円分やからな。なんかぶっ飛んだシークレットがこなさ、もうプラマイにはならへんで。じゃ最後ベジータ行こうか。3パック目。もう裏面めくって西の海王神からのドン。やられたー。これはやばい、これはやばい、これはちょっとやばない。なんでビルスかぶんねん。100歩譲ってマジンシュルムはまだいいとしよう。かぶんのはちゃうやん。1枚多分1000円もしひのちゃうもん。だってゴジータゼノでさ、買い取り4000円やん。いやー、やっぱ宇宙最強くじって当たりだけがぶっ飛んでるやな。ハズレはもう大したことないな、ほんまに。高いやつはほんま高いみたいな感じで、ハズレはほんまに安いみたいな感じで、かなり差があるパックやなっていうのを改めて実感したな。初負けやん。初負け、宇宙最強くじで。まあ、これからもリベンジは絶対しようかなと思います。買いたくなかった。はい、今回の動画ですね、宇宙最強くじね、3パック買ったんですけれども、ビルスとマジンシュルムっていう感じで、ビルスがもう被ったのが一番うざいな。まあ、これは買い続けるで、俺は。もう再販されるたびに、もう買いまくって、もうベジットブルー、これからもね、このシリーズは続くと思うんで、夏休みもう一回やるかなと思うんですけれども、こういう系やるときは、だいたい1日2本上がると思っていてください。まあ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 、ほんまのメインはこれやね。実はこの動画の UFO の油そばがめちゃめちゃうまいから、ぜひ買ってみて、ほんまに。本日も視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。せーの、また見てね。